絶対やりたいと思います。これが一番。2番です。2番は、より広く、本当に
賃補助、皆様の寄り添った家賃補助をやりたいと思っております。お金ください。そして3つ目、給食費です。給食費値上がり4月1日から1食3円だそうです。この値上がり分も杉並区は今全体の保護者負担、これが来ているのは杉並区と杉並区だけ。もうね、これ今日逆に言われたんです。私のお母様が、あのシニアのお母様が、もう私これ見た時本当に悲しくなった。杉並区では3円の1食3円の値上げを区が負担しないで保護者に負担される、そんな風になってしまった。そう思って涙が出たと言われました。石松総理はこの負担にこれ全部1800万円ですよ。なんでこれ区が出さないんですか。このコロナでもうむちゃくちゃけじってるんですよ。都市道を作るのに250億使おうとしている自治体が1800万円の値上げを出せない、おかしいですよね。
地域から民主主義や政治を変えていく、こういう理念のもとの運動になっています。そして一番その政策の眼目というのは、これまでですね、資本主義社会というのは経済の効率性ばかりを求めて公共サービスや公共財を民営化していく、こういうような政策が取られていました。しかしながらそれは経済効率的には効率化が進んだかもしれませんけど、公共という仕事をですね、劣化させてしまった、公共サービスを劣化させてしまった。でそういう反省からヨーロッパの自治体は公共の、再公営化、民営化や民間委託に頼るんじゃなくて再公営化していくんだ、そういうような動きが出てきております。でこういう自治体が連なって新しい運動が出てきてるんだということを聞きまして、私は大変感銘を受けました。国と国のつながりではなくてですね、自治体と自治体が協力し合って新しい自治体を作っていく、そういうことなんですね。で今日こちらに下野さんの応援に来る際にですね、加藤公ビジョンというのを読ませていただきました。あれはなんか字が多くて皆さん方はほとんど読まれてないかもしれませんけど、私弁護士ですね、文章を読むのが好きなので読ませてもらいましたら、大変素晴らしい政策になってます。岸本さんが市長になってあの政策を実現すれば確実にですね、この杉並区政を変えてくれると思っております。その政策の中で一番考えてたのは、これまでワンマン区政だったけど、これからの岸本さんの区政は住民参加の杉並区政を民主主義の学校にしていく、こういうふうに書いてます。これは大変素晴らしいプログラムだと思っております。それから今日このスローガンに合わせると杉並で女性初の区長をというふうに書いてますけど、そうだったんです。私知らなかったんですけど、杉並区っていうのは昔から原生菌運動なんかをですね、女性が中心になってやって、原生菌運動の発祥の地なんで、とっくの昔にですね、もう女性区長が誕生してたんじゃないかと思ったんですけど、今までなかった。90年からの今度こそですね、本当に区政を区民の方に、区民の手に取り戻すためにですね、岸本さんを区長に押し上げていただきたいと思っております。おそらく岸本さんが区長になりますと、それが新規制というのは全国からも注目される、あるいは海外からも注目される区政になることは間違いないと発信しております。この民主主義の学校にしていくために、情報公開条例を作るとか公文書管理条例を作るとしています。民主主義の一番の要というのは情報公開なんですね。情報公開というのは民主主義の通貨だと言われています。ところが日本の政治というのは市長や総理大臣を中心にブラックボックス化してますよね。どういうことをやってるかよくわからない。それでは住民がちゃんと政治の問題点を指摘する、あるいは選挙の時にちゃんと批判ができません。それを徹底的に明らかにするのが情報公開だと思います。それからさまざまな政策を住民参加でやっていくんだということも政策に掲げています。例えば予算はですね、今は、市長が提案して区議会が採択するということをやってますけど、予算の一部を住民の手で予算の使い方を決める、これは世界的にはかなり広がっているんですけど、そういう制度を、区民参加の予算制度を作るんだということを言っています。それから、温暖化問題、気候危機問題、大変深刻な問題になってますけど、この気候危機の問題も市長だけが考える、あるいは区議会だけが考えるんじゃなくて、気候市民会議を作ってですね、市民の皆さんが参加をして、そして決めていくんだ、こういう区民参加、住民参加の民主主義の姿勢を作るんだということを言っています。具体的な政策は先ほど市長さんが言われました、給食の無償化とかですね、家賃補助制度、さまざまな、
か名実、こういうことを言われてますけど、私、最も重要なのは、住民が参加をする自治体を作る、民主主義の学校を作るんだということが一番重要だと思います。選挙で選んだらそれで終わりじゃないです。ずっと住民が参加をして、市長と一緒にですね、市政を監視をしていく、そして必ず自分の意見を反映させる。ところが今の田中さんの姿勢はどうもそうじゃないようです。私は江東区に住んでるんですけど、田中ワンマン姿勢の声は江東区まで届いてますからね。こういうような姿勢を放置してると、やっぱり杉並区民は何を考えてるんだと批判されますから、今度こそですね、それこそ90年ぶりということですけど、ぜひ岸本さんを市長に当選させて、新しい姿勢を岸本さんと一緒に切り開いていただければと思っております。ぜひ支援をよろしくお願いします。弁護士の宇都宮健一さんです。ありがとうございます。さて、ここからですね、ありがとうございます。年末年始には大人食堂とか、
イベントをやりまして、生活に困窮されている方に食料品を支援するとか日用品を支援する、さまざまな生活相談に、応ずると、こういうような活動をやってきております。ありがとうございます。今のお話は岸本さんが先ほどお話しした一番最初の大事にしている政策が一番最初のことにつながると思います。いかがでしょうか。そうですね、杉並区 の、 福祉事務所のお話、全国的に有名なんですけども、知らない方もいらっしゃるので言いますね。荻窪の福祉事務所で、生活保護を申請された方が、非常に不当な扱いを受けて、そして東京 の、 貧困者支援のネットワークの方たちに助けられているのか見つけていただいて、それでね、扶養照会という仕組みがあるんですけども、これは生活保護を受ける人が、ご親戚とか家族の中に、それを言うっていうことなんですね。これもう言っちゃいけないっていうことが、言ってほしくない人には言っちゃいけないっていうことがちゃんと国でも決まっているのに、それを無理やりやったというのがこの事件で、全国的にもね、報道されたんです。でまず最初にね、生活保護っていうのは個人の権利ですよね。もう家族とか関係なくて、その個人の権利ですので、これは今の杉並区、それが確立していないと思うんです。生活保護っていう制度はあるけれども、これを個人の権利として扶養照会をしないっていうのは、もうそれスタンダードにしたいですよね。これ最初に杉並区、私が母子育成を預かることになったら、こういうことがすぐにできます。すぐにできますし、福祉事務所の方たちだってみんなね、きっと悪意があるわけじゃ絶対私はないと思っています。やっぱりリーダーシップなんですよ。10年以上も杉並区の中で生活保護というのが個人の権利ではなくてね、はい、すいません、インジシャラです。生活保護の話をしておりましたけれども、こういったことはすぐにできる。で、杉並区というのは宇都宮さんおっしゃったように福祉と文化の先進区であったっていう私たち自負がありますよね。特にシニアの皆さんはそれを作ってきたという自負があると思います。今は決してそうだって、福祉に関してはそうなっていないと思います。私が言っているのは、福祉というのは本当にみんなが区役所や国福祉事務所に行けない人たちもいるんですよ。高齢者の方や障害者の方、どこに行っていいか分かんないという方もいる。ですから区の職員というのは地域に出ていかなきゃいけないと思います。待っているんじゃなくて、職員自身が地域に出て行って本当に困っている人 に手を差し伸べるというね、こういう、でもちろんここで地域の福祉のネットワークと一緒に、職員だけじゃできません。これが杉並区にはたくさんあるんです。これが杉並区の宝です。ですから区の職員がこのようにね、リーダーシップが変わって町に出ていく福祉というのが実現すれば、今ある地域の皆さんが自発的に作っていらっしゃる福祉のネットワーク、そしてケア2420ですか、包括地域福祉センターに、すいません、ケアセンターというのがありますから、そこには専門職の方たちもいらっしゃる。地域の皆さんと、そういう福祉のネットワークと、そして行政が一緒になって、この貧困問題も含めてきちんと支えていくということが私はできると思っております。今総さんが言われたことは非常に大切なことでですね、先ほどお話しましたように、反貧困ネットワークはコロナでですね、仕事や住まいを失った人の支援活動をやってるんですけど、そういう状況になって最後の接触ネットとして利用できる、それは生活保護制度なんですね。まあ、これは憲法25条で、どんな人でもですね、健康で文化的な最低限度の生活ができるんだ、
こういう権利を定めています。だから本当に生活が困窮した場合には誰でも利用、基本的には外国人の場合って制限があるんですけど利用できるんですね。ところがその生活に困窮した人の中で生活保護を利用できる人のうち約2割くらいしか生活保護を利用してないのが日本の現状です。で、8割の人はなぜ、生活保護を利用しないの、まあ、私たちは路上生活をしている人にもそういう生活保護を進めるんですけど、真冬の寒い中でも生活保護は絶対嫌だという人が多いんですね。それは一つは偏見、生活保護っていうのは人間としてですね恥だと、そういうことを考えている人とか、それから今岸本さんが言われた扶養紹介されるっていうことで嫌だという人が大変多かったんです。それは地方から出てきて東京で働いててですね仕事やがなくなった、で住まいもなくなった、で生活保護を申請しようとすると田舎の実家までですねこういう人が生活保護の申請をしてるけど援助できないかって問い合わせがいく制度がこれまでずっとあったんですね。それを知られたくないと、親族に知られたくないので申請をしない人が多かったんですけど、そういうことはやめようじゃないかということが国の方針でも決まってるはずなのに、なぜか杉並区は扶養紹介を強行してしまった。だからそういう支援している私たちの団体は大変杉並区のやり方を怒ってます。で、そういう支援者の立場からするとやはり杉並区政を変えてもらいたい。杉並区政、岸本さん区長になっていただいてそういう行政を変えていただきたい。それから本物福祉ということを政策でやってもこれも素晴らしいことだと思います。実は今年の1月にですね、板橋区で70代の夫婦の方が孤独死していることが発見されています。で、それは先に奥さんが病気で亡くなられてるんですね。で、病気で亡くなった後、旦那さんの方が自殺しちゃってるんです。これは警視庁の調査で分かったんですけど、こういう誰にも見とられずに孤独死をするこういうケースがここ10年間で東京都は234人発生しています。実は私の江東区も大変恥ずかしいことですけど、3年前のですね、クリスマスイブの日に70代のお兄さんと60代の弟さんの、餓死ですかね、孤独死の死体が発見されてるんですね。で、発見された時はお兄さんは30キロ台、弟さんは20キロ台の体重しかなかった。ガスと水道を止められて、ガスと電気を止められて、水道も止められて寸前だったんですね。ところが、その人たちは江東区の福祉の方に相談に行った形跡がなかったんですね。だからそういう人たち、孤独死を生み出さないために区の方から出かけていってですね、そういう困難に陥っている人を探し出して福祉につなげる、こういう制度が日本でも求められていると思います。で、こうした人はそんなにお隣の韓国ではできてるんですね。それから給食費の無償化も韓国の小中学校でほとんどもう7割から8割ぐらいできてる。とか日本は全国の自治体で給食費を完全無償化してる自治体っていうのは 4% くらいしかない。だけどあんまりお金はかからないですよね。日本全国の小中学校の無償化しても、この前東京新聞で書いていましたけど4800億円ぐらいでできるんですね。ところが政府は今度ね GDP をの 2% を防衛費に充てるなんて言ってますけど、 1% は5兆円ですからね。5兆円も使うなら給食費の無償化は国でもできるし、国がやろうとしないならまずね隙間肉で実施してもらいたいと思いますね。子ども食堂をみんな頑張ってると思いますけど、民間だけに頼るんじゃなくて、それを真っ先にやらなきゃいけないのは自治体ですよ、国ですよね。それをやろうとしているのは岸本さんだと思いますから、ぜひ岸本さんと一緒にですね、杉並区政を根本的に変えていただきたいと思っております。
方多いと思うんですけど、宇都宮さんは前回の都知事選に出られて、その時のね、政策集っていうのがすごいんですよ。今回実は私たち政策を作るときに宇都宮さんの政策をもうしっかり読ませていただいて、じゃあこれは区で、もちろん都でやることと区でやることは随分違いがありますので、実際問題、都がやってくんないから困るってこといっぱいあるんですよ、私たちの生活にね。もうそれはもちろん次の都知事選を私たちもう考え始めなきゃいけないですよね。このその前に統一地方選挙ですけれども、そしてその前に参議院選挙と、もうこんだけね、今その宮さん言ったように5兆円、6兆円の、ね、防衛費を使うっていう、杉並区と同じだと思いませんか。知らない都市道路作ってね、子どもたちの給食代払えないっていう、国のレベルでは6兆円も軍事費を増やして、防衛費を増やして、そして大学生の高等教育のサポートもできない、学校給食もできない、こういう国なんですよ。ですから杉並も変えていかなきゃいけない、東京都も国もそれで、ね、一歩一歩やってまいりましょう。住宅は権利、住宅は権利、これは先ほど紹介されたミニシパリズムという積極的自治体主義といいますが、とにかく市民の権利として住宅、水、電気、そして政治に参加する権利、知る権利、これを中心とした、そしてね、プラス私がいつも言っています地域経済を地域の力で協同組合や非営利組織と一緒に地域経済を作っていくという、この経済と市民的な権利というのを合わせて地域から民主主義を作っていこう。そして議会制に頼るの、議会制民主主義だけに頼るのではなく、直接参加する手法をどんどん使って、住民参加、宇都宮さん言ってくださいました、使って自治体からその民主的な民主的なこう力を取り戻していく、そのようにやっていくというのがミュニシパリズムだと思います。その中で重要なのが住む権利、これは私たちには権利があるんだから、それが満たされないときにはやっぱりそれが公益の力で守んなきゃいけないんですね。確かにすぐには全部できるわけではありません。ですから少なくとも家賃補助、これで具体的に困っている方を支援できる。本当は公営住宅増やしたいんです。そして公営住宅という話になると、これは結構都ですよね。都でそれやっていただく、都と区が協力してやるような、ね、政策ですので、それはちょっと後でお聞きするとして、どうして公営住宅が大切かというと、住宅差別っていうのが本当にたくさんあるんです。高齢の女性だというだけで住宅が借りられない、同性カップルだと借りられない、もちろん外国人は一番最初に差別されます。大家さんというのは自分で誰に貸すかっていうのを決められますからね、賃貸する側というのはそれに対して差別ですっていうふうには言えたとしても、そこには力関係がないんです。だから私は安心安価な公営住宅というのを国全体で増やしていかなきゃいけないと思う。もちろん杉並区だけでね、領地の問題も建物の問題もありますけれども、都がね大きくその方針を出したら随分進むと思います。安心安価な住宅は住宅差別される人たちだけじゃなくって、はっきり言ってみんなそういうとこ住みたくないですか。住宅が高すぎるんですよ。高すぎて、ですから私たちの占めてる賃貸のお金というのが本当に圧迫しています。将来的には時間がかかるかもしれないけど、私たちのビジョンとして住むのは権利、住宅は権利、安心安価の公営住宅というのが私たちの生活のクオリティを変えるということをどんどん考えてまいりましょう。住まいの問題はですね、ヨーロッパは住まいは権利、基本的人権の一つだというのは定着してますけど、日本ではまだまだなんですね。だけど考えてみたら、人間らしい住まいがあって初めて私たちは生活もできますし仕事もできます。
そして、結婚をして子育てもできるわけなんで、本当にあの住まいって大切です。だけどどれだけ、住まいがちゃんと保障されているかというと、実は東京都の調査ではネットカフェで寝泊まりしながらそこを生活の拠点にして生活している人が、数年前の調査ですけど、だいたい4000人ぐらいいるらしいです。でなぜ普通のアパートに住めないのかというと、非正規で働いててパートやアルバイト、賃金が安いですから、アパートを借りる権利金とか初期費用が捻出できないんですね。だから、ネットカフェで寝泊まりするしかない。ところがこのネットカフェが昨年だったですよね、緊急事態宣言の時に営業停止になってしまいましたから、みんな路上に出されてしまったんですね。でそういう人をちゃんと受け入れるような住まいとかそういうのを保障するのが政治や行政の役割だと思いますけど、これだけ世界第3位の経済大国でありながらですね、ちゃんと、住まいを提供する、そういうことができてないのは現状です。まあ、一番問題なのは国ですけど、東京都の責任も大きいですね。都営住宅、石原慎太郎さんの時からもう20年ぐらい、1個も新しい都営住宅は建設してないですね。それから、市町村が言っている家賃保有制度や、場合によってはですね、震災とかそういう災害が起こった時に、住居をですね、借りる、そういう制度があるんですね。それを災害の時だけじゃなくて、工場的に、区や工場とか、民間の住宅を借りて、安く提供するんです。こういうことも考えてほしいと思います。あまりにもやっぱり、日本は貧困なので、まず、杉並区からですね、関東杉並区であれば、人間らしい住まいを保障する、そういうような制度を取っていただけたら、これは全部広がると思います。Thank you.
先ほどの
お仕事を発注する人がもうその方たちには発注できない。つまり小さな事業者や特に個人で個人商店や個人でやってる方々にお仕事が来なくなっちゃうんですよ。これがインボイス制度です。これちょっと皆さんご存知の方もいると思いますけど、私この間公開討論会で現区長ともう一人の候補者の方と公開討論をしたんですね。その時にインボイス制度杉並区としてあと区長としてどう考えていますかと質問をしました。どうしてかと言ったら杉並区にはこのように小規模な事業者だとか文化や芸術音楽活動をやってる方たちがたくさんいて、クリエイターの方たちがたくさんいて、こういう方が杉並区の経済やエネルギーをたくさん作ってると私が理解しているからです。そうだ、それが杉並区の良さではありますので、杉並区の本当にユニークな魅力だと思うんです。それについて区長はどのようにお考えですか。この人たち大変なことになっちゃいますよって言ったら、インボイス制度そのものをご存知なかったんですよ。どういうことでしょうね。この杉並区 を愛する人が、杉並区のご本人はもちろんインボイス制度の影響を受けないと思いますよ。ですけど区長が守らなければいけない本当に多くの方たちをこれから大変になってしまうということを知らないという。でもね、おっしゃったようにこれ国の制度でこのお仕事が来なくなっちゃうということなので、とにかくこのインボイス制度やめる以外には方法ないんです。他の、ね、制度のようにこれもう区も都も国もやってくれないから、じゃあ区で何とかやりましょうっていうことができないんですよ、この場合。ですから杉並区としては要請をね、区にいろんな自治体と協力して、どうぞ、いろんな自治体と協力して国に対してインボイス制度やられたら困りますよということをはっきり言っていかなきゃいけないんです。そして首長の長としてだけではなく、例えば杉並区でね、インボイスやめてくれみたいな投票とか、こんだけの署名が集まったとか、こういうことは私絶対力になると思ってるんです。それに公的な拘束力がなかったとしても、やはり私たちが声を上げていくということそのものが重要なんです。宇都宮さんが、紹介してくれました杉並区を民主主義の学校にしたい、それは例えばもうインボイスやりたくないんです、やめてくださいって杉並区の本当に個人の事業主が1万人とかで署名とか出してみましょうよ。そういうことやりたいです私は。はい、先ほどご発言いただいた方ありがとうございます。よろしいでしょうか。一緒にやりましょう。ありがとうございます。はい、時間がですね、お約束の時間が残り少なくなってまいりました。ここでちょっとインフォメーションを行います。今日ですね、なんと、今日明日でポスティング大作戦でございます。今ですね、印刷屋さんが2万枚のチラシを振っています。この2万枚のチラシをですね、杉並中にポスティングする、イエーイ、やるぞー、ということで皆様にもぜひご協力いただきたいと思います。明日の朝10時選挙事務所に取りに来てください。お配りができません、取りに来てください。明日の10時からですよ、区内に2万枚のチラシを配ります。お願いします。はい、これをやれば今ね接戦なんです。ポスティングしてチラシを駅前で配って、ごめんなさいね、駅前で皆さんが石本さとこを紹介してもらってポスティングして、そうしたら私たちの夢
希望、これがもう本当に実現するところまでできているんです。どうぞよろしくお願いします。はい、ちょっとあっちの方で、ね、なんかお話してますけどね。はい、ではですね、岸本さん、あと5分ぐらいですね、最後に思いの丈、ここでお話してください。そうですね、嘘です、すみません。ではゲストの宇都宮健児さん、宇都宮健児さんは元日弁連会長でございました。廃貧困運動や公正な税制を求める市民連絡会などでも代表を務めています。そういった観点から貧困の問題、それから人権の問題、経済の問題、これをね、岸本さとこさんにぜひぜひになってほしいと思って今日は駆けつけてくださいます。どうぞよろしくお願いします。この杉並が変わることはですね、私は東京都政全体を変えていくことにつながると思います。先ほど出されたですね、学校給食の問題、あるいは住宅の問題、公営住宅の問題、あらゆる問題がですね、杉並が変われば都政を変える影響力を持ちます。また都政が変われば日本の政治全体を変える力になります。したがって、まず都政、そして日本の政治を変えるためにも、ぜひあさって、投票日ですね、あさってね、あさっての投開票日、ぜひ岸本さんに投票していただきたいし、まあ、今日来られてる人はですね、もう決めてると思いますけど、もっともっとですね、自宅に帰っても、地域の中で、支援の輪を広げていただくのと、先ほどポスティングの話もありました。最後の一踏ん張り、二踏ん張りが重要ですから、今日明日の活動にかかっていると思います。都政を変え、日本の政治を変えるためにも、まず、杉並区で、岸本、新しい区長、女性初の区長、誕生のために頑張ってください。私の心から応援しております。宇都宮さん、本当に力強いメッセージありがとうございます。そして松尾さん、多分区議会の中で一番頑張ってる方のお一人ですよね。多分じゃない、絶対そうだと思います。区議会の中で本当に大切な議論がされてるんです。私も傍聴いたしました。松尾さんは先ほど言った阿佐ヶ谷の問題、杉並区ってすごいんですよね。阿佐ヶ谷のちょっと複雑な土地交換の交換の問題があったり、これをこっちにも動かして、皆さんご存知だと思いますけれども、これについて住民が公聴会を開いてほしいと言ったんですよね。これは民間と民間の事業だけども、非常に公共性の高いものなので、都市計画法に従って公聴会を開いてほしいという非常にもう謙虚な願いを出した。これが3年間も区議会でほっとかれて、そしてつい、1週間か半分ぐらい前に議会で否決されたんですよ。住民が私たちの地域で何が起きているかもっとちゃんと知りたいっていうこの願いが否決されちゃう議会なんですね。松尾さんはそういう中でこの住民の方たちを支援しながら、なんとかこういう、ね、ことを、ね、区議会の中でやっていこうという方の議員のお一人です。そしてさらに松尾さんは裁判もやらなきゃいけなかったんですよね。情報を得るために区議会、区の行政から情報公開しても出てくるものは黒塗りばっかりで、それで松尾さん裁判なさったんですよ。それどういうことですかね。議員さんが今阿佐ヶ谷というこの杉並の中心地で起きている非常に大きな小学校とお屋敷と病院を含む大きな開発がことを知りたいと言ったときに情報公開請求してもダメ、裁判でお勝ちになりました。でもそもそもどうして議員さんでも情報が出てこない行政ってどう考えてもおかしいですよね。絶対に変えてまいりましょう。私この状態から180%、違うね、180度変えたいんです。情報は出せば出すほどいい。
ばっかりです。そうしたらもっと多くの人の目に触れてたくさんの検証が行われて、そしていろいろな批判が出ていいものができていく。情報を隠せば隠すほど悪いことばっかりです。自治体力が高い国、政治力が高い自治体は絶対に情報公開条例を持ってるだけじゃなくて徹底的にやっています。だって出して損するもんじゃないんだからどんどん出す。でもね、出すだけじゃやっぱりダメで、分かりやすく常に住民の人たちにきちんと共有していくという作業、これもしっかり丁寧にやらなければいけないんです。出したらそれでおしまいじゃありません。杉並区の新時代は情報公開を徹底し情報共有をしっかりする、それが対話を生んでいく、それが私じゃありません、皆さんの杉並、新時代の杉並区でございます。今日はどうもありがとうございました。